明治安田生命 J1 リーグ第20節鹿島アントラーズ対サガン鳥栖、23分のシーンです。左サイドでボールを受けた金崎がここから一人かわしてカットイン、でそこからシュート性のボールを中に入れました。でそのままそれが決まったんですけれども、中に詰めていた松岡がオフサイドポジションだったかどうか微妙なところにいまして、でフラッグがオフサイドフラッグが一度上がります、はい、で協議の結果レフリーはゴールを認めるという結果になったんですけれども、まあ、これがさまざまな議論を呼びました。まあ、まずこれ松岡が触っているのかどうかというのもありますし、オフサイドポジションだったのかどうか、それから触っていなかった場合関与になるのかどうか、まあ、いろんな議論がこれは必要だと思うんですけれども、はい、そのあたりを皆さんに話していただきたいと思います。でまず平畑さん、はい、今日一番難しいシーンだと思うんですけれども、はい、どうでしょうか。この映像で見る限りやっぱそのポジションはオフサイドポジションには見えますよね、はい、松岡選手の、うん、まずボールに触れてるかどうかどの映像を見てももう分からないんですよね、はい、もし仮に触ってないのであれば、はい、僕これはオフサイドじゃないと僕は思うんですよ、うん、なぜならばプレーに関与する意思はあったけど、はい、結局関与できてないと思うんですよ、はい、で関与できてないってことはオフサイドじゃないんじゃないかな、だからゴールインでいいんじゃないかなと。ということは平畑さんは触ってないとした場合、はい、松岡選手は曽我田選手に影響を与えてないということですか。まず影響を与えてないですし、はい、だから意思はありましたよもちろん、うん、でもできなかったから関与してないのと一緒じゃないですか、うん、っていうことはオフサイドじゃないんじゃないかなと、うん、はい、ツイッターの方では、副審の判定通りオフサイドで良かったのではないでしょうか、オフサイドポジションの松岡選手はゴール前に入っているのでプレーに関与していることになると思いますという方、こちらは、松岡選手が触っていないからオフサイドではないと判定したのだと理解しています、オフサイドポジションにいる選手が関与しているしていないの判定基準を教えてほしいですと、うん、では原さん、オフサイドポジションにいたとして、うん、で松岡はボールに触れなかったとします、うんうん、その前提でいうと原さんはオフサイドになるのかどうかどう思いますか。オフサイドになるでしょう。なるだってこれあそこに松岡があそこにいるっていうことは、うん、はい、多分曽我畑にも影響を与えますよね、うん、その触ろうが触る、いやだってこれシュートここから来るでしょ、このあと ここのとこに多分もし彼がいないとしたらどうだったか、防げたかどうかもちょっと分かんないけど、はい、ただあそこにいるっていうのは関与したって言われてしょうがないんじゃないかなって僕は思いますけど曽我畑の視界に松岡は最初から入ってたと原さんは感じますか。まあ入ってたかどうか曽我畑見てるとあんまり見てねえのかな、なんか気づいてないような感じがする。僕はそれ思うんですよね、はい、うん、確かにね、こういう時はどう考えたらいいんだろうね。曽我畑は見てないけど、はい、キーパーによってはやっぱりこう、はい、あるじゃないですか、はいはい、だから曽我畑が見てなかったから例えば違うんだっていうことが正しいのか、そのポジションにいることをどう考えるかって考えないと、はい、人によってはこうやってキョロキョロしてるみたいな、ああが影響したよねっていうわけにいかないから、うん、いるポジションでやっぱり決めるしかないと思うんですよ、うん、僕は。そうか、だからそうなった時にまあ、例えばいろんなキーパーがいてこれでこう飛び込もうとした時に相手がいたから、うん、だからやっぱ飛び込めなかったのか、はいはい、っていうふうに判断しないと、うん、見たからとか見てないからっていうと人によって見た見ないは違うから、まあ、確かにね、うん、だからやっぱりここにいるかどうかで判断しないと、うん、決断できないって僕は思ってますけど、なるほど、うん、どうなんだろう。上川さん、じゃあこれはもう前提として仮にオフサイドポジションにいた、はい、そしてボールに触れてないという条件だったとしたらこれはオフサイドになるかどうかを上川さんはどう、ね、それは、はい、そこははっきりしてもらったらいいね、はい、はい、まあ、オフサイドポジションにいたと仮定した時に、うん、そのオフサイドポジションにいる選手はボールの方向に動いてます、はい、で動いてね、足も振ってます。そうなんだよ。そうなんです、はい、なんでそこは一つポイントになって、うん、要はポジションにいてボールに向かってで明らかにそのプレーをすると、まあ、行動を、うん、取ってるわけですよね、うんうん、あとまあそれでもボールに触ってないとするんであれば、うん、今度はその動きが、まあ、原さんがおっしゃるように、はい、その相手競技者 の、うん、そのプレーを妨げるようなことにつながってるかどうかがもうポイントになります、うんうん、でそう思った時に要はやっぱこのケースだったらゴールキーパーなんですよね、うんうん、
で曽我畑選手の前に入っていくとすればその可能性でだいぶ高くなるんですよ、はい、あんだけボールに向かって動いて、はい、先ほど平田さんおっしゃったケースですよね、はい、そうなんです、うん、ですけどこのケースだと、まあ、曽我畑選手の、まあ、視野外というかどっちかというと後方から入ってきててで気づいてはいないというふうには思ってで実際に見えた時にはもうボールは通過してるんじゃないのかなと思うんですよね、はいうんうんうん、でそう思うとこのオフサイドポジションにいた選手の動きというのが、うん、その相手ゴールキーパー、まあ、ここで曽我畑選手のそのセーブしようとするプレーに妨害をしてるかどうかって思うとこの映像からはそうは見れないようには思います、はい、なんで、まあ、最終的にこれ2人で主審と副審が協議してるんですよね、はい、これはとても大切なことだと思います、はいはい、で副審の位置からはそのまあオフサイドポジションにいたと自分で判断して最後にワンタッチしたのかどうかがわからないのとあとはやっぱりそのゴールキーパーに対して妨害をしているかどうか横からだと奥行きがわからないんですよね、はい、前後の関係がもし言ったように前ゴール曽我選手の前にいてそういう動きをしたんであればだいぶそのインパクトを与えてるっていう可能性も高い、うん、ただ副審の位置からは分かんないけど、うん、オフサイドのシグナルを、ま、出してでここで主審はすぐに主審の位置からはまず触ってないのが分かってると、うんうん今度はまあ旗が上がってるのでまず、あなんで上がったのかというのが確認をしに行って、うん、であとはその審の位置からもその曽我畑選手にインパクトを与えてないというのは確認はできてるんで、うん、要はそこでちゃんと協議をして、うん、で最終的には主審の判断で得点を認めてると、うん、そこの協議もとても良かったというふうには思います。なるほど。で実際に見ても十分にそのレフリーチームが下した判断、まあ、ゴールを認めたということはすごいサポートできるし難しい判断をよくこう自信持って時間をかけずに判断してくれたなっていうのは印象は持ちますけど、うんうん、僕も個人的にはこれ曽我畑選手よりも松岡の後ろにいるディフェンスの選手の方が影響を受けてるんじゃないかと思ったんですよね。そういうふうに考えないとやっぱりキーパーだけにじゃなくてやっぱプレーに関与しようとしてる松岡の動きはただいるだけだったら僕オフサイドじゃないっていいと思うんでしょ、うん、だけどあれだけボールに向かってゴールの方向に向かって動いてるよう関与しないというふうにするんであるとすればこれからやっぱりそういう動きをむしろして全然ボールには触らないけどわざとオフサイドポジションから動いてシュートはこっちでしたみたいなのがありになっちゃうんじゃないかなっていう気は僕はしますけどね。これもし松岡選手がいなかったら後ろのディフェンスはスライディングでクリアにもしかしたら行ったんじゃないかと。いやそれもできますよ。できるできる。だからチームによってはもうゾーンで守ってるのが別としてもやっぱこの動きにやっぱ釣られるのは間違いないんで、まあね、これを関与してないって言っちゃいけないんじゃないかなって個人的には思います僕は。これ相手の守備者にちょっとでも触れてたりしたらオフサイドになったんですか？それがそのこのボールにプレーできるということが前提で、うん、それが接触して妨害してればなるほどということです。ただに触れただけではオフサイドの反則になりません。難しいですね。結構これは意見が分かれましたけどじゃあ上川さんは、支持できるジャッジだったということで、はい、はい、もうその後の確認も含めてですけどもね、はいはい、原さんはちょっと納得できる、うん、僕はそういう判断でいいんじゃないかなと、はい、いうふうに僕は思います。なるほど、まあ、いろんな意見があって叱るべきだと思いますがこのような結論になりました。では続いてのシーンに参りたいと思います。明治安田生命 J3 リーグ第17節 FC 東京 U23 対蒲田マーレスサヌキの26分のシーンです、うん、ここからサヌキのイケアがバックパスでこれをですね東京の原が拾ってそのまま抜け出します。でキーパーもかわしてゴールとなりましたがこれがオフサイドで取り消しということになります、まあ、フラッグが上がってたんですね。相手のバックパスから生まれたゴールではあったんですがどういう経緯でこれが取り消しになったのかという意見が多数寄せられておりましたので、うん、そのあたりをちょっと触れて、まあ、説明を兼ねてしていきたいと思います、うん、で平畑さんツイッターでの意見まずご紹介していただきたいんですけれども、はい、わかりました、2つ来ております、はい、1つ目なんですが、サヌキの選手のスライディングしたボールが原選手のところに流れてそのままシュートしたシーンですけどもサヌキの選手がスライディングした時に東京の選手にも当たっているようにも見えるのですが、うん、故意的ではないと思いますと、うん、要はその東京の選手が意図を持って触ったのではないとだからオフサイドじゃないんじゃないのとこの方はおっしゃってます。なるほど、はい、でもう一方、
原太一のゴール取り消しについて副審がフラッグを上げたのを主審が流して一旦ゴールが認められたと、うん、審判団の協議でゴールが取り消しになった、うんうん、どう協議をしてどのような判断でゴールを取り消したんだろうという疑問を、いただいております。なるほど、はい、いい題材を投げていただきましたけれども、ありがとうございます、はい、まずこれじゃあ原さん当たっていたかどうかが前提として大事じゃないですか。大事ですね、はい、でそれが分かる映像が、うん、はい、あると思うんで、ね、誰だろう、ユーインスかな、当たってる ね完全にね、ユーインスです。ただその要は意図的かどうか、その自分でこうパスを出したのはもちろんオフサイドで分かるじゃないですか。じゃないねこれね。でもこう当たってそのオフサイドポジションにいる味方に当たった時にこれがオフサイドになるのかどうかっていうのをあの疑問に思っておられる方もいらっしゃると思うので、多分それを聞きたいんじゃないかなと思います、はい、これ上川さん、ややこしいのは守備側が意図的かというのと攻撃側があって話が全く変わってきちゃうところを、おそらく誤解されている方が結構たくさんいらっしゃると思うので、そのあたりちょっと詳しくご説明いただいていいですか。はい、あの、まあ、もう攻撃側の場合は最後に触れた選手が誰かっていう話になってくるんで、その、はい、うん、もう意図的かどうかっていうのは関係なく、関係なく、だからパスとかじゃなくて当たっちゃって渡ってもオフサイドになるということですね。要は攻撃、まあ、ここで言えばユーインスかな、これね、ユーインスですね、うんうん、足出したら当たってそこからパスになってる、うん、でその最後に触れたのがユーインスの選手だけであって、その触れた後にオフサイドポジションの競技者にボールが渡ってるんで、うん、これはもうあの、まあ、プレーしたと同じような考え方を持って、偶然でもオフサイドになるという、守備側はそうじゃないんですけどね、はい、これはあの、まあ、映像で見るとボールが攻撃側の選手に触れてるのが分かるんですけども、うん、主審のポジションからは、うん、結構こうすぐこのパスで近すぎてこう首をなかなか動かせないようなスピードについていけなくて、要はそのままディフェンスの選手のバックパスがオフサイドポジションの選手に渡ったというふうに判断して、でもその瞬間に副審の旗は上がってるんですけど、いやいやそもそも違うよと、あの直接渡ってるんだよって思って、そのまま旗を下ろさせてプレーを続けさせたと。ただやっぱりちょっと距離がある方が見やすいんでしょうね、はい、で得点を認めた後にちゃんと副審と主審が協議して、いやそもそもその当たってた、そのバックパスの後に攻撃側の選手にボールが当たってますよと、うん、っていうのを副審の方が見てたんですか、はい、ああ。だから旗を上げてるんですよね。だけど主審のところからそれが分かんなかったんです。でそのままダイレクトで行っただろうと思ったんで流した、流して、うん、で最後プレーが切れたところでもう一回協議をして、うん、確認をして、あ、そうだ、そういうことなんだねっていうことで、アシスタントレフェリーよくそれ総合的に見れてましたね。見えてますね。だからまあその副審の位置からどういうふうにそのボールの方向が変わったかどうか確認ができるか分かんないんですけども、はい、まあ、いうようにここでレフェリーは白の選手が触った後にポッと目を移すんで、なかなか分かんないんだと思うんですよね。うーん、あのよくあのタッチラインの出た出ないどっちかも、あ、もうね、あのスタンドから見た方がいいか明らかに分からない、ね、こう近い人はこうやりすぎて分かんなかったりするのに近いんじゃないですか、うん、レフェリーすごい近いところにいたけど、うん、レフェリーはそのまんま行ったと思ったケースですかね、はい、そうだと思います、うん、近ければ全部見えるってことじゃないんですよね。なるほど、そうなんですね。まあ、でも実際これはすぐに協議をして正しいジャッジを下したということで、はいはい、すごく良かったと思いますけどね。原大地も一応1対1の練習して入れるところまでできたから、はいはい、良かったですこれはもう、まあ、ジャッジも正しかったですし、まず一つ勉強になったのは攻撃側は意図的かどうかは関係ないということですね。はい、さあということで今回取り上げるシーンは以上になります。このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンをツイッターで募集しております。ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして、ぜひ、どんどん投稿してください、というわけで今回はこのあたりでお別れです。本日も皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。